港内駅前風景市駅は、福岡県北九州市小倉南区をあ座しにある、九州旅客鉄道北彦山線の駅である。駅番号は、事例7。小倉南区市一丁目に所在する、北九州高速鉄道小倉線の志駅へは、直線距離で 2km 以上の距離がある。北彦山線とモノレールは、隣の市公園駅とモノレール菊球駅が、 約200メートルと近接している。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。以前の駅舎は撤去され、コンパクトな鉄鋼造りの駅舎が建てられた。なお、かつては当駅で、貨物列車の行き違いが行われていたため、行き違いが可能な線路は長く取られている。無人駅となっている。JR の特定特殊内制度における、 北九州市内の駅である。2016年度の1日平均乗車人員は83人である。駅前後ではおおむね福岡県道257号、井手浦特陸線と並行し、この県道の周辺に集落が形成されている。また、九州自動車道を挟んだ北側には、住宅地の敷いた川台がある。県道を挟んだ東側には、 シー山跡を整備した志差の森公園がある。県道には西鉄バス北九州新線が通り、小倉駅方面と新道寺方面へ通じているが、シー駅から最寄りの停留所までは徒歩6分程度離れている。ありがとうございます。